る。ちょっとやめろよ。やばい、よいしょな。これはやばいやつかもしれない。逃げる準備。37。みんな、スマホは持った。なんか変な揺れたから。待機。なんか変に揺れてるよ。これマジ、なんかマジで。これは気持ち悪くなる揺れ方やで。え？キモ、気持ち悪。これは、やばいやもしれん。気持ち悪。何この揺れ方。みんな大丈夫か？逃げろ、マジで。今な、もう、あなたはもうスマホ持って椅子から立ち上がろうとしている。え？揺れてるよね？まだ。なんか気持ち悪いんだけど。え？なんだこれ。え？まだ揺れてるよね？え？なんかぐるぐる、うにゃうにゃしてるよね、これ。やばいよ、これ。揺れてるよ、これ絶対。え？これ揺れてる？なんか変なこの、ゆらんゆらんの感覚がずっとある。収まった？え？この感覚は、なんだ？これ、あなたが揺れてるだけ？大丈夫？収まったのか収まってないのか、いまいちわからないな、これ。大丈夫か、みんな。まあ、石川の人は多分配信を見ていないはずだろう。地震でよいしょになった。やめとく。みんな、じゃあ配信を消して、避難してください。うなたは、ちょっとやっとくわ。じゃあ、ちょっと避難必要な人は、頑張って、無理しないで避難してください。配信見ないで、身の回りを見てください。コメント、全く見えてないから、ほとんど。みんな、頑張って。ちょっとみんなが争いをしてるけど、ちょっとうなたん、蚊帳の外なんて、頑張ってください。え、また寄り始めた？みんな気をつけて、配信、身の危険を感じた人は配信を止めて、現実世界の、見てください。ちょっとトイレ行ってくるわ。戻ったのだ。え、まだ争ってんの？大丈夫？みんなお正月に頭大丈夫？うな。あ、お腹になっちゃった。みんな大丈夫か？ご飯食べてない。初詣の時に食べようと思って。ああ、免許にしてほしいと。これパパって変えられないのか。あなたは別にコメントそんな見れてないから。別にどっちでもいいんだけど、みんなが耐えられない？全く戦ってん時は見れないからさ、特に何の問題もないのだけど。みんながダメ？うん、ディスコードに連絡した。ディスコード。なるほど。一旦配信を中止してもらってもいいんでしょうか？と連絡が。なるほど、なるほど。なあ、第3形態まで行けなかったか、今日は。残念だけど今日はここまでなのな。じゃあ、終わるならね。次回一瞬に打ち勝ってくる。打ち勝ちたーい。あばぬちゃな。残念だ。じゃあ、またみんな、明日。一旦休憩ではなく、マネちゃんから配信を中止しなきゃいけない連絡が来ているので、復活はなしに多分明日になります。ではまた、明日、続きやっていきまーす。